まあ実際さ、西暦戦、大和武の統制の時って書いてありますが、まあ実際その前から温泉なんかあるもんですんで、みんなこういうふうに歴史というのは上書きされて、もともとこの辺に住んでた恵比寿の温泉だったのが、和人の制服でこういう海流になっちゃいましたね。まあどこもそうですよね、しょうがないですけども。ということで、いい色ですね。